ロシア、中国、イラン、完璧なはずの独裁政権が無視できなくなった革命の可能性。強権的な指導者たちは国民の圧力をかわす完璧な体制を築いたが、いよいよそこにも亀裂が生じ始めた。中国では新型コロナウイルス対策への抗議デモが広がり、イランでは女性の権利を訴える反乱が起きた。そしてロシアでは反戦運動や破壊工作と思われる活動が相次いでいる。果たしてこれは世界で最も抑圧的な3つの国で革命や本格的な改革が起こる兆しなのか。20世紀にこれらの国は何度も革命を経験した。イランでは1906年に立憲革命が、79年にはイスラム革命が勃発。中国では11年に辛亥革命が起き、49年には共産党が中華人民共和国を樹立。ロシアでは5年に第一次革命、17年に10月革命が起き、91年にはソ連が崩壊した。いずれの大変革も当時は衝撃的だった。今これらの国で革命が起こる可能性は小さいように見えるが、起こり得ないとは言い切れない。この3カ国では革命を目指す者も、今の秩序を守りたい者も、誰もがそのことを知っている。その共通認識があるからこそ緊張が高まっている。それでも通常は緊張が沸点に達することはない。急進的な変革が成功する前提条件について、社会学者や政治学者は一つの共通の結論を導き出している。必要なのは3つの要素。組織、戦略、そしてカリスマ的指導者だ。イラン、中国、ロシアの動きはその条件に当てはまらないと、スタンフォード大学フーバー研究所のラリー・ダイヤモンド上級研究員は言う。検閲に対する抗議の象徴として白紙を掲げた中国のデモ参加者も、髪を覆うヒジャブを着用せずに、アヤトラ、カッコ、アリ・ハメネイ最高指導者打倒と叫ぶイランの女性も、投獄を恐れないロシアの反戦活動家たちも皆驚くほど勇敢だ。だが単に勇敢なだけでは政権を倒し、国の政治を変えることはできない。アブリル・ヘインズ米国家情報長官は最近 NBC ニュースのインタビューで、イランの当局者はデモを差し迫った脅威とは捉えていないと指摘。一方で長期的に見ればイラン政府は苦境に立たされる恐れがあるとの見方を示した。政府への反発が強まり、政権内で分裂が生じ、経済も悪化の一途をたどっているためだ。さらに都市部には西側のニュースや文化に通じ、本格的な革命が起これば参加も厭わない若者たちがたくさんいる。革命はどんな場合でも起こる時には起こる。米ノースカロライナ大学のチャールズ・カーズマン教授社会学は、革命は自然発生的な運動から生まれることが少なくないという。カーズマンによれば、イランで王政打倒運動が広がり始めた79年はじめ、ホメイニ氏は一定の聖職者層以外には存在をほとんど知られておらず、指導者になったのは革命が終焉に向かった頃だった。同様にロシアで1917年はじめにストや暴動が活発化する中で、ウラジーミル・レーニン率いるボリシェビキは少数派に過ぎなかった。91年の8月革命もソ連崩壊によって本格化しており、ロシア共和国大統領だったボリス・エルチンが新たな民主的指導者になるのは終盤になってからだ。ホメイニ氏、レーニン、エリツィンは革命が勃発する状況に乗じて自らの望む方向に舵を切ることに長けていた。毛沢東もフィデル・カストロもナポレオンもそうだった。革命は組織や戦略やカリスマ的指導者が欠けても起こり得るが、この3つの要素の少なくとも一部がなければ成功はほとんど望めない。権威主義的な政府、とりわけ革命によって誕生したイラン、ロシア、中国の政治的指導者はこの事実を知っている。彼らは
デモを主導する可能性のあるリーダーを巧みに特定し、活動を妨げたり逮捕したりしてきた。ゴルバチョフが残した教訓。例えば、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、反体制指導者のアレクセイ・ナワリヌイをいい加減な罪状で拘束した。ウクライナ侵攻直後には、反戦活動家を大々的に弾圧した。イランの当局は、1万5000人以上のデモ参加者を逮捕し、そのうち少なくとも20人に死刑を宣告。ヒジャブの廃止を唱えただけでなく、現体制の転覆を目指す指導者たちを公開処刑した。ロシア、イラン、中国の支配者は民衆の圧力をかわす完璧なシステムを構築した。プーチンは帝政ロシア以来の独裁体制を築き、メディアを独占、批判勢力に暗殺を企て、破産に追い込んできた。イランでは政権を維持する役割を持つイラン革命防衛隊が大半の省庁と経済の中核部門を掌握。中国では習近平国家主席のもと、共産党が毛沢東の国家統制思想を復活させ、歴代の指導者である鄧小平や江沢民が行った市場改革の大半を覆した。だが社会的、政治的、経済的、生態学的な圧力は、政権がいかに阻止しようとしても増大することが多い。次に何が起こるのか。政権が権力を強化するか、それとも崩壊し始めるかは、圧力にどう対応するかによる。改革を一切行わずに圧力を強めれば、政権は硬直化して圧力が強まり、いずれ崩壊する。北朝鮮でも数十年内に起きえることだ。一方、デモ隊を懐柔するのは一種の賭けだ。改革に前向きな姿勢を取ることで、先手を打って反乱の芽を摘み取ることができるのか、あるいは一層の変革を求めるさらに過激な行為を生み出すことになるのか。ソ連最後の指導者となったミハイル・ゴルバチョフは、共産党による政治の独占を維持したまま、社会、経済、外交政策で改革を起こそうとした。しかし結局、体制全体に幕を引かざるを得なかった。ゴルバチョフは熱心に改革を推し進め、共産党とソ連という体制そのものは改革に耐えることができなかった。多くの独裁者がソ連の崩壊について詳しく検証し、そこから明確な教訓を学んだ。そもそも改革など始めるべきではないという教訓である。習はこの点に特に留意しており、西側流の自由への移行、まさにゴルバチョフが試みたことだ、は混乱を引き起こすだけだと繰り返し主張している。プーチンも同じだ。二人は今まで国民に一つの取引を提示してきた。自分たちに政治の支配権を委ねるなら、国民には安心と安全を与えるというものだ。攻めたプーチン、譲歩した習。この取引が破綻したのは最近のことだ。プーチンにとってはウクライナでの悲惨な戦争が、習にとっては中国人の感覚に照らしても厳しすぎるゼロコロナ政策が原因だ。プーチンは国民の反発を前に戦争への取り組みをさらに強化した。戦闘年齢の男性約30万人を動員し、ウクライナだけでなくロシアにもたらされている欧米の影響すべてを悪と切り捨てた。対照的に州は譲歩し、ゼロコロナ政策を撤回した。今のところ、どちらの措置もある意味で功を奏している。プーチンはロシアを支配し続けており、反対派はほとんどが国を去った。中国では活動家の一部が反ロックダウンのデモを州の対人要求運動に発展させようとしたが、州がゼロコロナ政策を緩和したことで立ち消えとなった。中国の抗議の波はやってきたと思ったら過ぎ去ってしまったようだと、米コーネル大学の社会学教授で中国の強権的体制に関する著書があるジェレミー・ウォレスは言う。しかしウォレスはこれで一件落着というわけではないと考えている。習が絶対的に正しいと信じることは難しくなったと思うと彼は言う。習は自ら掲げたゼロコロナ政策を転換した。次に彼が何かを要求したとき、国民が従うかどうかはもうわからない。
デモより怖い軍事クーデター。だがユーラシアグループは別の報告書でイランの政権崩壊が今後6ヶ月以内に起きる可能性は低いと分析。政権崩壊が実現するとしてもその要因は国民の抗議ではなく精鋭部隊であるイラン革命防衛隊によるクーデターの方が可能性が断然高いと指摘した。民衆蜂起は軍事クーデターにつながることが少なくない。エジプトでは11年の大規模な民衆蜂起が原因でホスニ・ムバラクが大統領の座を追われた。次のムハンマド・モルシ大統領に対しても辞任を求めるデモが起きた後、権力を引き継いだのは IT に強く英語が堪能な西側受けのいい若い指導者ではなくエジプト軍だった。アラブの春の際に民衆蜂起が起きた他の多くの国でも最終的に統治を担ったのは軍だった。